山口敏太郎日記です。今日はですね、興味深いお話を聞いたので、ちょっとこちらで、記録を取りたいと思っています。先日、TBS の、某番組で、超能力者の秋山さんと久々にご一緒したんですけども、秋山さんがね、大変面白い話をされてましたね。というか、恐ろしい、ある意味恐ろしい話をされてましたね。オウム真理教といえば皆さん当然ご存知だと思うんですけども、オウムの非常なテロから、約20年が過ぎたということで、私も未だに卑劣なやり方に関しては怒りを抑えきれない状態が未だに続いてますけども、オウム真理教の何ていうか後継団体でありますアーレフというのがありますね。アーレフに警察、公安がずっと張り付いている状態なんですけども、公安警察がなんか捜査に入りました。これは定期的なチェックでもあるんでしょうけども、その時にですね、ちょっとまだこれ噂レベルだということで秋山さんから聞いたんですが、なんとですね、イスラム国、テロ組織ですね、ISIS、あの連中とですね、オウム真理教の後継団体のアーレフが連絡を取ろうとしていたという形跡が見つかったとされてるんです。これはちょっと怖い話ですね。20年前のテロ、サリン事件、目的はわからないのでテロと言い切っちゃうのはまだわからないんですけども、一体彼らが、テロ的な意味でやったのか、それとも単なる苦し紛れにやった犯罪なのか、それとも政治的な意味があったテロだったのか、まだ、朝原の証言が取れてないので、テロと言い切るにはまだ証拠が100%は揃ってないんですけど、あえて僕はテロと呼ばせていただきますけども、サリン事件をやったオウム真理教の、後継団体というか、残党というか、そのアーレフがですね、このアーレフは未だに朝原への信仰を捨ててないという情報があります。これもちょっと恐ろしい話なんですけども、このアーレフがですね、湯川さん、後藤さんを殺害したあの悪名高きテロリスト集団 ISIS、今まで言い方は適切ではなかったんですが、イスラム国というあのテロ集団、国ですらないテロ集団と連絡を取り合っていたと。で、非常に恐ろしいのはですね、陰謀論を使ってですね、最近はアーレフが信者を増やしている。これはちょっと恐ろしいことです。あくまで陰謀論は陰謀論です。それで笑止千万といって切り捨てるのも危険ですけども、100%妄信するのもこれは危険なんですね。数々の陰謀論があって、いくつか事実に基づいた話があります。その何て言うんでしょうね、その真偽を見極める力、僕はよく対談本でも情報リテラシー力が今後求められるというふうな話を何度もして、いろんな本対談本でしてるんですけども、やはりですね、この情報が嘘か本当かと見分ける力、そのリテラシー能力がを持って、陰謀論には当たらなきゃいけない。当然こんなことはないだろうと言って切り捨てるのも僕は危険だろうと思うし、いや、この後ろの背景にはこういう社会不安があるのかとか、この情報のこの部分は嘘だけど、この部分は本当だというふうな情報識別能力ですね、が、求められるべきなんですね。ところがですね、その陰謀論を頭からもう妄信してしまった、疑うことなく全て妄信してしまった連中がですね、アメリカに対してですね、テロ行為、アメリカの世界支配に対して抵抗運動をするんだということで、一部の人間は、ロンドンとかイギリスでね、陰謀論にはまっている人間は ISIS に加入したり、日本でですね、陰謀論に完全にはまって、もう何の疑いもなく、何の自分の情報精査もなく、全部妄信してしまった連中はですね、RF に入ってるんですね。この陰謀論を使って人を増やしている RF と ISIS が、連絡を取っていたと。対アメリカを中心とした、ニューワールドオーダーに対する挑戦をやろうとしていたということですね。これは恐ろしいことですね。
こんなことがね、二度も三度も繰り返してはいけません。絶対に皆さん、オウムの、残党である、いまだに麻原への信仰を捨ててない RF に加盟するようなことをしてはいけません。ましてやそれがですね、イスラム国と連携しているとなると、これはもう世界的な脅威になる可能性があります。ですから皆さん、陰謀論は陰謀論で、エンターテインメントとして読んで、その中に一部の情報、一部の嘘を見抜いて、それを人生の生きていく指針にする。エンターテインメントと楽しむだけでも結構です。いや、でも中には一部本当の情報があると思って、それを識別するのも OK です。そういう情報に対するリテラシー能力を持ってこそ、初めて陰謀論は楽しめるものになるんではないかなと思います。いや、これは陰謀論だけじゃありません。すべての情報においてリテラシー能力を持つべきです。そして、このような、テロ組織に対しては断固僕は戦いますし、皆さんも決して加盟などしないように、ここに警告しています。今回はですね、イスラム国と、ISIS と、オウム真理教の残党 RF が連絡を取り合っていたという恐ろしい話でした。